もポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは龍が如くセブンやっていきたいと思います。いはい、今日は頼まれてゴミ捨てに来ました。はい、来てます。これ多分ゴミです。あ、早く話そう、来ちゃう。あ、よかった。近づいてきてる敵がゴミだっつってるかと思った。違う違う、あんなやつ来たかい。やっと来た。浜子さん、これは一体。いらねえもん捨てるって言っただろう。言った。こいつら私一人で出したんだけど、よく出したね。くたでね、残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。どこに出せばいい。ゴミ布団買い替えろかい。景気いいじゃねえか。ん、あれ誰もいねえ。女の子たちはどうしたんだい。あの子たちは一人残らずやめたよ。なんで閉めるんだよこの店は。どうして急に。え、ああ、何して。身長再生シェルター。ブリーチジャパンの連中が浜北公園の先に作った施設さ。お、風俗で働く子やその家族が無料で住めるんだよ。無料で住める。じゃあ、そっちに行ったのか。店の子たちはそこに。ほう。ああ、しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、ビザ取得のサポートもしてくれんだよ。なるほどね。日本国籍のないあの子たちにはこれ以上ない計らいさ。え、本当に。本当にブリーチジャパンが同じことそんな施設を作ったのか。これからは同じような施設を全国に展開していくってよ。ここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに建て直すのさ。でもここがなくなったら浜子さんはどうするんだ。困るだろう。その辺もちゃんと考えてくれててね、私をシェルターの寮母にしてくれるんだとさ。でも給料もいいし、世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。困るどころかありがたいね。裏めっちゃありそう。前はあんなにブリーチジャパンを嫌ってただろう。以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい連中だと思ってたさ。でも今回こうやって大概案をちゃんと出してくれたんだよ。まあまあ、それは女の子の行き先もちゃんと決まってるってなったら、ちゃんと考えてくれてたってことさ。話によるとシェルターは青木亮の発案らしいじゃないか。あ、じゃあ絶対嘘じゃん。なかなか大した男だよ。私は見直したね。こんなこと言っちゃなんだが、選挙のための票集めじゃねえのか。今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞ。うん、そうだよ。政治家がよく使う手だって。なんてこと言うんだい。あの人はそんな薄情な男じゃないよ、うん、じゃあお前たちのうちの子たちを救えたかい。何にもできやしないだろう。今日だって青木さんはお忙しいところわざわざ偉人町まで足を運んでくれてんだよ。はあ、青木亮が今日偉人町に。小笠原さんの葬式に参列するためだよ。青木さんはどんなに忙しくても仲間のためならスケジュールを縫って駆けつけてくれる情の熱い人なんだ。それをお前らは大して知りもしないでつべこべ言うんじゃないよ。なんか怒られてる。はあ、若が偉人町に来てる。来てる。挨拶に行くか。まあ、いろいろと聞くチャンスかもしれない。挨拶できるかい。俺も堀の内との関係を知りたいしな。バカ、相手は時の人だぞ、うん、そんな簡単に近づけるわけないだろう。やれるわよ。葬式ほど簡単に潜り込める場所ないんだから。なんで最後まで張り切ってんだよ。喪服着てさ、池部さん。悪い、浜子さん。ゴミ出しは別の日でもいいかい。え、どうしたんだい急に。ちょいと野暮用を思い出しちまってよ。仕方ないね。なるべく早く来ておくれよ。はい。おう、悪いな。式場の場所わかるか。偉人町で葬式といえば中央通りにある斎場よ。ああ、野々宮の時に行ったでしょ。あそこか。よし、早速行こうぜ。よし。
よし行こう。はあ、浜子さんもあっさり陥落してしまったな。だって答え。ちょっと残念だな。じゃあ移動中なので。はい。小笠原くん、君と初めて出会った日のことを今でも昨日のように思い出します。間に合ったい。あ、ちょっと通してくれ。モニターを。俺たちは3列じゃない。何？あなたたちもブリーチジャパンなの？いや、違う。でも小笠原は知らねえ仲じゃねえんだよ。尋問したな。無理無理。そうだ。今日の3列車は親族とブリーチジャパンのみだよ。先行の1本くらいいいだろう。俺たちマスコミだって入れないんだ。おとなしくモニターで見るしかないよ。本日の式場をここ偉人町に設けたのは小笠原くんが最も力を入れていた町だからです。誰よりも君がこの町の再生を見たかったはずだ。半年前横浜に家族で移り住み、不退転の覚悟で町を変えようとしていた君の思いは私が誰よりも知っている。町を慈しみ、町を愛し、町に根付くことで初めて町の一員となれる。だから自分は偉人町の住人になると言った君の言葉に私は強く感動した。学生時代の学友として、同じ志を持った仲間として、そして ただ君の親友として、本当に無念だ。だが君が最も可愛がっていた後輩の久米君が君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。君が命を懸けて作った道を必死に歩こうとしている人間がいる。こんなに嬉しいことはないじゃないか。だから私もその背中を押してあげようと思う。次の選挙、私は久米君をこの選挙区で男にする。久米君を出すの？それは負けるべや。いやでもブリーチジャパン引っ張ってるからな。これは民事党幹事長としての決意ではない。小笠原君、君の親友としての決意だ。また私はこの偉人帳にかけた君の夢を必ず実現させる。新しい傀儡が出てくるだけじゃん。あと少し。そうよ。天国で見守っていてください。役者だな。一番辛いのは青木さんだってのに。まあそうね、手駒はなくなったわ。これで本当に小笠原殺しを青木が指示していたとしたら、とんだ名演技よね。あの野郎、久米を立候補させる気だ、うん、何考えてやがんだ。本当何考えてんだ。おい、出てきたぞ。それやりいいでしょ。だって気づくかな。一番に気づくんじゃない。てか、いるのは知ってるか。行くぞ。青木さん、久米氏に関しては正式な出馬表明と捉えていいんでしょうか。次の選挙、民事党の目標議席は。一言お願いします、青木さん。一言お願いします。どうか一言。総選挙への意気込みは。なんだ、あの二人だけ異様に抑えられてる。ちょっと押さないで。押さないで。要注意人物なんだ。青木、青木都知事。ダメだ、近づけねえ。先回りしよう。先回り都知事が電車で来るはずねえ。どっかに車止めてんだろ。そりゃそうだな。偉人町なんて駐車場だらけだぞ。全部見て回る気か。ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、うん、マスコミに追われてる有名人って
地下パーキングを使うんだって。へえ、を巻きやすいの。本当かよ。その情報を筒抜けてくる。大丈夫。でっかいのがあるわよ。川沿いに入り口があるわ。あったっけ。よし、行ってみようぜ。おお。よし、地下パーキングに向かいます。はーい。はーい。あった。おっと。え、本日し、あ、そっか、そういうことね。なるほどね。貸し切り。貸し切ってるわ。どういうこと。都知事が駐車場を貸し切りにしてるに違いねえ。くそ。くそ、どうする。このままじゃ都知事には会えねえぞ。どっか他に駐車場につながっているエレベーターはねえのか。え、ここじゃないの。あると思うけど、この調子じゃきっと全部封鎖されてるわよ。まあそうでしょうね。一個だけ開いてるとかないもんね。あいつらでも気づかない隠しエレベーターでもない限りは無理ね。隠しエレベーター、あるぞあるぞ。なんで知ってんの。マジか。本当かよ、足立さん。何年か前にえらく酔っ払っちまって、気づいたらどっかのビルのエレベーターに乗ってたんだよ。そんでエレベーターの扉が開くと目の前は地下中だったんだ。あのエレベーターならあいつらも見落としてるかもしれねえな。どこどこ。すげえじゃねえか。でそのエレベーターはどこに。あれは確か覚えてるかな。ダメだ、さっぱり覚えてねえ。最悪だな。なんでだよ、そこが今重要なんじゃねえか。仕方ねえだろ、酔っ払ってたんだから。だが酔っ払ってたってことは飲み屋があるビルってことか。うん、駐車場は川沿いの地下にあるから、おそらくそのビルも川から遠くないところにあるはずよ。川の近くの飲み屋があるビル、結構絞れそうだな。おう、よし探そうぜ。もうなんで覚えてないの。それ探してる間に逃げちまう。ここだ。ここだ。きっときっときっとここだよ。まあ、川沿い行けばいいのかな。そうだね。あいつなんで走ったの急に。右左した方がいいよ。急ぎましょうって。引かれるよ。引かれる引かれる。パンジュンギは引かれない。パンジュンギ引かれるって。絶対引かれるって。お前と違うんだよって言ってる子。え、引かれるよ、すぐ引かれる。よし、もうちょっと行くぞ。もう行くよ。もう大丈夫、行くよ。どこだろう。もう大丈夫。どこだろう。あ、ここら辺。これそれじゃない。これか。福徳橋商店街って書いてある。ねえねえ、一番あれ見て。んエレベーター。あ、本当だ。あ、本当だ。地下駐車場行きだって。そこ書いてあったら分かるんじゃない。いくらなんでも気づかなかったんだ。マジか。おお、そうだよ、これだよ、これ。まだ動いてそうだな。動いてなきゃやばいって。早速乗り込もうぜ。ああ、よし、行くぞ行くぞ。行け。もういるよ。静かにしなきゃ。わかった。こっちはすぐに発信できるようにしておく。後ろからエンジンをかけろ。まもなく都知事が戻られるぞ。車ピンはね。ナイスだぜ、サッチャン。あ、来た来た来た。そこからワカーって言えばいいんじゃないの。もうそうだよ、でっかい声で、おい、マサトーって言えばさ、そうそう、さすがに無視できなくない。おい、なんだお前ら。お前らここで何してる。通してくれよ、都知事と話がして。ダメだ、下がれ。限界態勢、不審者だ。知事、こちらへ。おい、俺たちは不審者じゃねえ。勝手に決めつけんなよ。うん、だったら何者だ。お前らマスコミじゃないだろ。都知事のファンだよ。握手するだけだって、ね、ダメだ。どうしてもダメだ。ちょっとだけだから。あかん言うたらあかんのや。ダメ。あかんか。 あんたら関西の人ってか。せやったらなんや。つまり
王みたいな。ああ、否定しねえのか。都知事の経理が近江連合のヤクザか。驚きだね。アホ抜かせ。わしらは警備会社の民間人や。関西弁やからって全員が近江連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなよ。ほう、よく言うぜ。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。お前はどう見たって。まあまあまあ、ここは一つ落ち着けよ。なあ、お前らおとなしくそこをどけ。さもないと動くな。おいおい、随分物騒なもん出すな。火借りてえだけなんだな。火借りてっていうか、民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそー、はめやがったな。バカすぎるだろ。バレてもうたならこのまま弾くだけ。この車はずっと出ないね。でも出ないね。出ないね。ちょっとそれゲーム違くない？かっこいい。嘘だよ、ど素人め。違うゲームが一緒に出てきたな。いたまえ。あれ、スネーク、スネークいたな。それを言うのずるいわ。ったマジか。え、かっけえな。今一瞬で私さんのファンだったわ。そうだね。セーフティーがかかってるの新兵だったわ、相手。なんか近くにいるな。いるね。あのまま足立さんなんかあれかな、 CQC 使ったりするかな。するかも。何投げてきたの？よくガードしたね、これ。ね、なんか来た。何投げたのか分かってないの。何投げてきたの、あの人。あ、みんな怒っちゃった。みんな怒った。よっぽどのこと言ったんだね。何？あ、よっぽどのこと言っちゃったんだよ。そうだね。あいつもうボコボコにされるわ。なかなか超怒らせるの大変だと思う。今もう怒ってるわ。あっという間に。あんだけ挑発しといて大した強さじゃない。やっつけると収まるんだ、一応。まあそうじゃない。そうだよね、怒りの矛先がもうないもんね。いくらなんだっけ。あ、それは無理だ。危ない。かわした。なんかでも相手の攻撃力高いね。防具が弱いのかな。そうかな。そういうわけじゃないのかな。本気でやって、何にしようかな。ラスタマビンタカイにしようかな。カイ、究極じゃねえか。うん、かっこいい。かっこいいよね、蝶の攻撃。めっちゃかっこいいね。よしかったさん。ほうほうほう、うん、ちょっとあと一人、西さん。あ、車ないや、もう。あれ、逃げられた。あの人、都合してくる。すぐ都合そうとしてくる。都合そうとしてきた。いいね、まあまあ経験値入ってきた。すげえな、男。あれ、車あった。待って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 、首替え。あ、行って。何すんだお前は。大丈夫か。行って。あれ、戻ってきてくれた。あれ、戻ってきた。握手してくれるのかな。
何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ、はい、申し訳ございません。でもボコボコされてるけどね。お怪我はありませんか。市民じゃないと思う。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました。おお。さあ、乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。おお。お怪我がなくて本当に良かった。いや、怪我はしてると思うよ。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。では次の予定がありますので、ここで失礼いたします。一人でだって、どうしよう。絶対一人で来なくない？どうしよう。なあ、なんて言ってたんだ青木は。ああ、今夜乙姫ランドで会う。青木から誘ってきたのか。ああ、ただし差しで会うことが条件みたいだ。向こうが一人なら俺も一人で行く。そんなの信用できるの？信頼できるの？まあ普通に考えりゃ罠なんだけど。そこを疑ってちゃ拉致が開かねえよ。せっかく掴んだチャンスなんだ。つまり行っちゃうってことだよな。もちろんだね。じゃあせめて私たちが近くに隠れててさ、何かあればすぐに助けに行けるようにしようよ。いいや、気持ちはありがてえが必要ねえ。どうして。バカが一人で来る可能性だってある。待った、そんなの考えづれえよ。いや、そうだ。あいつが計算尽くしでやってきた様子は散々見てきたろ。うん、かもな。でももし若が一人で来てた時、その時俺はとんでもねえブサイクな男になっちまう。なるほど、そんなのは嫌なんだよ。一番こいつはこういう顔になっちまったらもう気持ちは変わんねえぞ。おい、だったら準備は万端にしておけ。幸い夜までは時間がある。ああ、ああ、ああって言ってたな。でももちろん、え、これは戦うじゃん。めちゃくちゃ準備しなきゃじゃん。準備しよう。おそらくめっちゃ人いる来ると思う。準備しよう、すごい準備しよう。もうめちゃくちゃおにぎり買おう。おにぎりでいいの。こっちにはサテライトレーザーがあるから、ね、一回しか使えない。さすがに若も持ってないと思う。分からんよ、持ってるかもよ。持ってっかな。よし、じゃあ準備するぞ。うん、一回動画ここできるかい。うん、じゃあこのリモージュの市場で。はい。なんだリモージュの市場って。小料理って書いてある。野菜がいっぱいだな。うん、リモージュの市場で今日は一回動画を終えようと思います。はい、はい、それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。